まりました YouTube。 コネクトの山西です。清水です。よろしくお願いします。今回は、暑い夏、寝苦しい夜におすすめの寝具3選をランキング形式でご紹介していきます。はい、最近暑いですもん ね、 ですね。もうちょっと布団に、本当リアルタイムで困っとって、紹介してもらうの楽しみです。お願いします。3位から、はい、3位から紹介していきます。第3位はこちらです。リッパンの割れモコのブランケットになります。割れモコ、はい、お名前ですか。そうですね、肩染め の、 模様のことを割れモコで紹介していて。なるほど、はい、商品名にもあるリネン&シュニールコットンという素材なんですけれども、はい、こっち側がコットンになっていて、はい、裏のこの部分がリネンになってます。なるほど。リネンの素材が汗を吸ってこう吐いてっていう呼吸をしてくれる素材になるので、本当に暑い時なんかはちょうどいいですね。このリネンの素材の方を肌に触れる方に使ってもらって、エアコンつけて寒いなっていう時にはこのコットンの素材の方を肌に触れる方に、なるほど、なるとちょっと暖かくなります。これはもうサイズはどちらもというか、一サイズのみですか。そうですね、一サイズのみで色違いになります、140×180cm ですね。洗濯入れる時なんかもネットに入れていただいて、お家で洗うこともできます。なるほど。お値段は、こちらが 35,200円になります。はい、でした。はい、第2位は、はい、タシーマです。はい、シーツと上にかけるこのタイプ2種類をご紹介します。素材自体はガーゼでこう作られているので、夏はこうサラサラで、冬は暖かくなりますね。赤ちゃんの時に、ベビー布団の時にパシーマ本当たまたま使っとって、めっちゃ良かったです。うちの肌は弱々やったんですけど、肌にも優しいですし、なんて言ったって洗えば洗うほどなんかふかふかになるんですよ。敷きパッドとキルケットがあるとのことなんですけど、着替えといえばキルケットの方がちょっと若干薄くて、なるほど、こっちの方がちょっと厚みがあってちょっとボリュームがちょっと違いますね。でもこっちを下に敷いても使えそうですし、逆にこれをこうかけてもいいですね。サイズはこっちがシングルの方になっていて、通常のシングルより若干大きめに、確かにちょっと垂れるぐらい、そうですね。普段のシーツであれば、シーツパッドでここに紐がついてると思うんですけど、はい、これはついていないので、ついてないんですね。はい、ついてないのでちょっとずれるかなって心配になると思うんですけど、編み目ですね、編み目がストッパーがストッパーになっているので、本当にずれなくて使えます。快適に使えそうですね。ですね。こちらの、パシーマのお値段はいくらになりますか。お値段が今こちらのキルケットダブルサイズなんですけど、11,550円、はいはい、でこちらのシングルのシーツの方が11,000円に、はい、同じぐらいなんですね。ですね、はい。それでは第1位は、はい、ラプアンカンクリーのウスバです。ウスバ、はいはい、素材は何になるんですか。ウォッシュドリネンっていう素材なんですけれども、はい、ラプアンカンクリーの中で、もう上質なリネンという称号を持ったラプアンカンクリーの商品でして、はい、このちょっと茶色っぽいグレーかかってるところは、本当にもう何も色を染めてない、もうリネンそのものの色になりますね。すごくナチュラルな色合いですね。ですね。使い込むほど優しく、柔らかくどんどん馴染んでくれますね。なるほど。これ色はこちらに敷いてある黄色、イエローとグリーンのアスペングリーンと、あとブライトブルーとホワイトとグレーを、チョークもあるんですね。取り扱っています。なるほど。今敷いてる方が、こちらが 150×200 シングルサイズグレーです。はい、こちらちょっと大きいですよね。そうです。150×260 のサイズ。150×200 だいぶ大きいですね。大きいですね。私と子供2人これ1枚で一緒に使えそうなぐらいのサイズです。こちらが 150×200 が26,400円、はい、こちらの大きい方が 150×260 のサイズで31,900円になります。はい、以上寝具3選でございました。はい、はい、いかがでしたか。いや、本当ちょうど今から使えそうなものばっかりで、リアルに自分用で検討したいと思います。おすすめしたいです。はい、皆さんもぜひご検討ください。はい、チャンネル
登録とグッドボタンよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。それではさようなら。